ね、あとさ、二人に言いたいことがあってさ、なんだろう、うん、なんかさ、デビちゃんの契約者とさ、フレアちゃんのさ、イルフレがさ、うん、めっちゃ優しい。なんか、こういう通りだけど、こうコラボとかしたんだよ、最近。うん、フレアちゃんとは 3D コラボして、もうデビちゃんと裁判とかやったりとか、うん、なんかね、優しい。リプとかくれるのよ。あ、そういうな。そうそう。で、あのパトラ、デビちゃんの切り抜きウォッチングしてんだけど。お前さ、うん、たまにコメント書いてるよ。パトラの切り抜きちゃんね。なんでバレてんだよ。やめてよ。一リスナーとして楽しんでたまに、なんか聞いてるよ。なんかね、僕もたまに、まあ、見るんだけど、自分でエゴサしてたら引っかかるじゃんか。見たら、コメント欄たまにいいんだよ、パトラが。なんかさ、意外とサムネとか気になる風に書くんだよ、切り抜きしさ、うまいんだよ、また。やめろって、もう。コメントすな、コメント。いや、さりげなくて、まあ、本人にバレちゃったよ。なんか、しかも結構前、最近の話じゃなくて、結構前からやってるんですよ、たまに。しかもなんか、別に毎回やってるとかじゃないんだよ。なんか、たまになところがリアルなんだよ。確かに。